皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1999年公開の、スター・ウォーズ、エピソード1、ファントム・メナス。現代、スター・ウォーズ、エピソード1、ザ・ファントム・メナス。監督と脚本はジョージ・ルーカス。主な出演は、リーアム・ニーソン、イワン・マクレガー、ナタリー・ポートマン、ジェイ・クロイド、など。平和な惑星ナブーが銀河通商連合に襲撃され、その事件の調査に向かったジェダイ騎士のクワイガンジンとオビワン・ケノービ。彼らは、宇宙船の不調で砂の惑星タトゥーインに不時着する。そこで出会った9歳の少年アナキン・スカイウォーカーに眠るフォースの力を感じ取ったクワイガンは、アナキンをジェダイ騎士団に入団させようとするが、というストーリー。オリジナルの前日譚となる3部作の第1弾にして、スター・ウォーズ・サーガの第1章。物語の始めとしては悪くないが、何か物足りない。アクションシーンが少なめで話し合いのシーンが多いが、意外と話が進まない。ビジュアルでは、当時の最新 CG 技術を駆使してスター・ウォーズの世界観を広げたのはお見事。史上初のフル CG キャラのジャージャー・ビンクスは好みが分かれるが、その後の映画制作を変えたインパクトがあったのは間違いない。ということで、評価は。サムさん。